こんにちは、のりたまです。先日 Amazon のプライムデーで買ったものを紹介したんですけど、その後に楽天のお買い物セールとかがあって、まあそれで買ったものとか Amazon プライムデーで届いてないものとかが来たので、また開封していきたいなと思います。まずサイズはこちらです。ちょっと分かりにくいんですけど、 T シャツワンピース購入したんですけど、メーカーが公園っていうので、綿 100% で USA コットンなんですけど、すごい気持ちがよくって、あの毎年ね1枚ぐらい買ってます。で、綿なので洗濯してたらちょっと綿生地の方が色あせるので、まあ大体夏に買って、去年カタッとしたの捨てたりとかしてます。定価はね3,960円なんですけど、多分セールでね2000円台になってたんじゃないかなと思います。じゃーん、これはね楽天かな、楽天で購入してます。プリマビスタの超オイリー専用っていうことですね。夏なので普通でもオイリーにしますので、ちょっと今年初めてね、この黒いやつ、ブラック超オイリーってやつを購入してみました。ちょうどね、あの6月ぐらいに購入した土崩れ防止の下地がなくなるので、こう今ね本当に暑くて、あの化粧をしながら汗が出るっていう状態が続いているので、それ回避に使いたいと思います。これね、Amazon でも楽天でもね定価一緒で、送料無料だったのでポイントがつく楽天で購入してます。これ購入しました、ダニ取りロボってやつですね。3ヶ月に1回交換でいいのかなって書いてあったので、今年ね初めて購入してます。あのやっぱり夏の気温が異常に高いっていうのと、まあ、ベッドとかソファー、まあ、明らかに噛まれた形跡はないんですけど、痒い時があるので、ちょっとこれにダニが寄ってくる。で、3ヶ月に1回交換っていうことで、こんな交換シールもついてました。交換シールがついてました。ね、これはね、多分これは割引とかなくって、3000円ぐらいだったかな。ちょっと詳しい金額こちらなんですけど、これはなんか Amazon と楽天、どっちにしようか迷って、なんか楽天にしてしまったんですよね。そしたら楽天は送料がかかってしまって、まあ、Amazon の方にすればよかったかなとちょっと後で後悔してます。で、無印良品にもなんかこういうダニの分があって、それはねもうちょっと安かったんですよ。どっちがいいのかなってこう、まあ、ちょっと初めて使ってみるんで、まあ、これでどうなるか、ちょっと、まあ、どうなるかっていうか、どうなのかな、かゆみとかが減ったらこれでいいのかなって思います。これね、クリームビータっていうコラーゲンシャンプーになります。それの詰め替え用ですね。これは、何年か前から美容院でおすすめされて使ってます。まあ、他のシャンプーとかも使ったりもするんですけど、まあ、これが、まあ、いいっていうか、まあ、使い勝手がいいのでこれにしてます。めんどくさがり屋なので、シャンプー、まあ、整髪料とかつけるので、だいたいシャンプー2回で、まあ、リンスないしはコンディショナーっていう過程が毎日っていうのがすごいめんどくさくて、なんかこう時短減らしたいって、まあ、美容師の人に言ったら、まあ、これだけでいいよって言われて、でこれだけシャンプーだけして、であとはお風呂上がりに流さないトリートメントすればいいからっていうことで、じゃあなんか騙されたのか騙されてないのかちょっとわかんない、まあ、結局トリートメントはするのかっていう感じなんだけど、まあ、流さない分トリートメントはそれでいいし、まあ、これ1個だけでいいので、まあ一応時短になってるのかなと思ってを購入してます。でこれはね、まあ、やっぱりディスカウントに結構高いシャンプーなので、あの美容院でこれ500ミリが5000円なんですよ。ディスカウントにならないので、と思った
から楽天にあって、まあ、楽天のお買い物マラソンで購入すればその分ポイントがつくので、まあ、ポイント分、まあ、ディスカウントかなと思って、まあ、ポイントで購入して、まあ、1キロ2つ買って1キロなんで、まあ、1キロもあれば1年1万円と考えれば、まあ、そんなにすごいとっても高い金額じゃないのかなと思ってます。これね、アップルウォッチのカバーです。プライムデーの商品の時にバンドを頼んだ、こっちのねちょっとグレーっぽい感じのバンドを頼んで、バンドを頼みました。で、クリア見えるかな、クリアな方のケースを頼んでます。このアップルウォッチのケース、まあ、ピンからキリまでいろいろあるんですけど、今まで割と安いやつあってて、これちょっと、まあ、少しばかし高かったかなっていう感じです。まあでも今までのやつもそんなに不便を感じてないので、まあこれでいいかなって。今年はこれにしようと思います。キンボっていう、まあ、メーカーなのかちょっと知らないですけど、エスプレッソマシーンのカプセルになります。ちょうどねあと2つで切れるところだったので、だいたいコストコで購入してたんですけど、まあ、コストコよりも安価ですね。 4,000円するので、コストコではねスターバックスコーヒーのカプセルを購入してたんですけど、今回ね夏に入ってやっぱりアイスコーヒーミルクで割って朝飲んでるんですけど、美味しいんですけど、1個だけね甘くてねいまいちのカプセルがありました。もうね何味かわからないけど、カプセルのカラーが緑なんですよね。それはねいまいち、他のはねすごく美味しかった。なんかちょっとエスプレッソなのですごく濃いくて、で苦味があるのがアイスコーヒーにしても美味しいかなと思います。で今回はこれね、インテンソってやつと、ナポリとバリスタってやつだな、ナポリとバリスタってやつ、まあ、これが美味しかったらちょっとこのメーカーが割りやすいので、美味しいとか好きな味だったら、このメーカーでいいのを選んでいきたいなと思います。これはねエスプレッソコーヒーのカプセル、ロジクールのマウスとじゃーんキーボードセットです。これポップキーズっていうキーボードセットを購入しました。で今もねロジクールのねマウスとキーボードを使ってます。でマウスはほんとこれとこれのここはないバージョンなので、買わなくてもまあいいっちゃいいと思ったんですけど、みんなね本当に可愛くてちょっと一目惚れしてどうしようかと思ったんですけど、今回のボーナスで、まあ、一番の目玉これを買おうと思って購入しました。でね、しかもねこれのなんかピンクとかはそのアマゾンでものすごく安くなってる。であの黄色となんか黄色の方の配色の方も意外とディスカウントされてるのに、これが出たばっかりなのか全然セール対象っていうか全然値引きになってなくて、で楽天の方だったらこれとこれのセット購入したらそっちの方が単品で買うよりも安かった。で見てもらったら分かるんですけど、ボタンがねこう立体的なので押すだけが、まあ、これが嫌いな人はしょうがないけど、そういうのも楽しめるんじゃないかなと思います。楽天ファッションで購入した服2着になります。どっちもワンピースで、ここがアーバンリサーチのもので、もう1個が、ここだろうな、かわいいなと思って購入したんですよ。で私このアーバンリサーチの方発送してますっていうのが出てたんで、あ、来たなって思ってたんですけど、このグレーの方がまだ来てないと思ったら一瞬入ってました。なんとちょっと開けても結構大きいので、大きいってかあれなので、ちょっとこういうもんですっていう写真を載せときます。そちらでちょっと見てください。
一応定価よりも 40% 引きになってたの で結局こう夏にワンピースを今回3つ購入しました。まあ、1つはこうやので、まあその辺買い物とかちょっと仕事着にしようかなと思って、これはちょっとお出かけ用で購入してます。夏だったらね、もうウェットして着るのが本当にめんどくさい。なんか大丈夫、柄があると思ってなかったんだけど柄ついてる。で柄みたいな、柄ついてました、柄ついてたのかな、これはですね、ソファー用の冷却マットじゃないですけど、ひんやりマットを確認します、ね、私のちょっと確認不足だったら大ショック。これはね、アマゾンが多分安かったんですよ。なんかどうしても楽天だとね、送料っていうのがつくので、この説明書を見てもらえればわかるんですけど、空気を購入しました。アイス大山のやつ、去年も1個購入したんですけど、今年も購入しました。 Amazon 限定モデルみたいな感じですねっていう感じの、 あれでした、売りでした。で、ね、思ったより大きくてびっくりした。これがダースベイダーみたい、思った以上にごつい、すごいね、本当にびっくりするぐらい大きいや、これ、ね、最近のってあの首振りが8の字っていうか、もうすごい柔軟なだけに、昔ってこう手でねカチャカチャカチャってできたんで、そういう機能はない、そんなのしたら壊れるよみたいな感じの扇風機が多いなと思います。はい、以上で、まあ、夏もほぼほぼないかなと思うんですけど、夏のボーナスとかで購入したものをしてきました。ね、請求が怖いです。8月末に多分ドドッと請求が来ると思うんですけど、まあ、あとはねふるさと納税で頼んでるものがあとまあぼちぼち来るかなっていう感じですかね。あとはまた冬のボーナスに、まあ、購入するんだったら、それまでは毎日に気持ちというか節約していきたいなって思います。はい、では購入品紹介終わりです。